獅子と妻女。ハーデンス軍曹はすごいな。義勇軍の赤き獅子なんて、ちょっとした英雄だ。勲章までもらって。俺が何だって？ご苦労様です、ハーデンス軍曹。故障任務ご苦労だな。この近辺に帝国軍の部隊が潜んでいるんだ。しっかり警戒してくれよ。了解です。それより体調は大丈夫なのでしょうか？足を負傷してからずっと不安そうなのですが。こういう時こそ俺たちが隊長を支えるんだ。それが仲間ってもんだろ。そうですね、隊長の代わりはいませんから。大変だ、この近くで戦闘が始まった。本当か？村の入り口から見えるぞ。すぐそこでドンパチだ。ここまで敵が来たらどうしよう。ガリア軍が戦っているのだな。ならば私が火星に行こう。火星って、君はまだ学生じゃないか。私たちはただの学生ではない。戦うために教練を行っているのだ。戦う意志を貫くものでなければ軍人になるべきではない。あの人はそう言った。私は戦う意志を貫くものだ。帝国軍め、手強いな。ハーデンス軍曹、大変です。隊長が俺たちを見捨てて脱走しました。隊長が逃げただって？流れ弾がかすって真っ青な顔で逃げちまったんです。ハーデンス軍曹、隊長なしでは戦えません。我々も逃げるべきでは。逃げるわけにはいかない。今ここで部隊が崩れたら後方の村が襲われるぞ。それに追撃を受けたらどうせ逃げ切れん。戦うんだ。でもどうやって？あなただって指揮の実戦経験はないのでは？それは。敵を前に逃亡の相談とは情けない舞台だな。あの程度の敵に何を手こずっているのだ。誰だ君は。兵士ではなさそうだが。私はユリアナ・エーベルハルト、ランシール王立士官学校の士官候補生だ。付近で教練中だったが戦闘を確認し援軍として参じた。ここは学生の遊び場じゃないぞ。さっさと逃げな。戦場で遊んでいるのは貴様らではないのか。私の見たところ、この部隊は各兵士が全く機能していない。隊長が逃げたからな、当然だろ。隊長がいない？そういうことか。各個人の判断で戦うにも限界がある。このままではな。そうか、ならば私がこの隊を立て直し戦況を打開する。おい、本気で言ってるのか？私は士官候補生だ。実戦の経験も一度ある。このような時のために戦う心構えもしている。よし、君にかけてみよう。ユリアナと言ったな。指揮権を君に預ける。いいのですか、ハーデンス軍曹。この場にいる者ではこの子の指揮能力が一番信頼できる。違うか？確かに我々には経験がありませんが。隊長補佐として俺が責任を取る。ユリアナ、君は俺が必ず守る。
指揮を頼む。了解した。各員に次ぐ、いかなる状況であろうと我々は戦わねばならない。今はガリアに生きる者全てが戦っているのだ。志ある者は共に戦え。私は逃げも隠れもしない。よし、行くぞ。反撃開始だ。反撃開始だ。行くぞ。さあ、行くぞ。敵だ。敵発見。
行動開始。どうもな。行動開始。どうだ。
行動開始。私に不可能はない。決めてやる。その程度か。行動開始。
行くぞ。Thank you.
行くぞ。敵発見。俺が相手だ。かかってこい。はっ。敵撃破。さあ行くぞ。行動開始。いい感じだ。はっ。どうだ。さあ行くぞ。行け。撃破。
行くぞ。私に挑んでくるとはな。行動開始。私に挑んでくるとはな。さあ、行くぞ。行くぞ。行くぞ。よく戦った。
のか。ああ、君の勝利だ。私の？そうだ、君が兵を動かし部隊を勝利に導いたんだ。私が勝利を？どうした、自分のしたことが信じられないのか。何を言うか、私は目先の一勝で喜ぶ安い人間ではないだけだ。それはまた頼もしいな。だが君が指揮官にとって一番大事な才能を持っているのは確かだ。一番大事な才能とは何事も恐れず戦うことか。ああ、指揮官は最後まで戦う姿勢を隊員たちに示すものだ。そうでなくては隊員たちは安心して戦えない。ある人が言っていた戦う意志を貫けというのはそういうことなのか。自分の中にある勇気と熱を分け与え戦う力を呼び覚ます。そのためには自身を犠牲にするほどの気概がなくてはいけないぞ。それが戦う姿勢を示すということなのか。指揮官は強く勇敢でなければ務まらない。ユリアナ、君にはその資質がある。当然のことだ。しかし実際に言われると悪い気はしないな。私も今回良い経験をさせてもらった。心から感謝する。礼を言うのは勝たせてもらった俺たちの方だよ。ところでこの隊はこの後どうなるのだ。隊長が逃げてしまっては部隊として活動できないのではないか。こうなった以上隊長補佐の俺が隊長代理を務めることになるだろう。戦いはまだ続く。生き残るためにはやるしかない。戦争が長引けば私も戦場に立つことになる。いずれ時が来たら共に戦おう。ああ、その日が来るのを楽しみにしている。私もだ。